ウインターカップ2022、男子8強、女子4強が決定。大会4日目26分の12の試合結果、高校バスケ。男子ベスト8、女子ベスト4が決定。12月26日、ソフトバンクウインターカップ2022令和4年度第75回全国高等学校バスケットボール選手権大会、大会4日目、男子ベスト8、女子ベスト4が決定した。各コート第1試合で行われた女子準々決勝の結果、明日の準決勝は京都精華学園、京都、1×東海大月福岡、福岡、1、札幌山の手、北海道、1×岐阜女、岐阜、に決定。インターハイ準優勝の大阪薫英女学院、大阪、1、は12点リードで後半を迎えたものの、岐阜女に逆転負けを喫した。一方、男子はインターハイ、U18 日清食品トップリーグと制している福岡第一、福岡1、前回優勝の福岡大月大堀、福岡2、インターハイ準優勝の開志国際、新潟1、前回準優勝の帝京長岡、新潟3、インターハイ3位の藤枝明誠、静岡、昨年のインターハイ王者、中部大第一、愛知1、洛南、京都1、東海大月諏訪、長野が準々決勝進出を果たしている。いよいよ明日からはメインコートのみでの開催に。どんなドラマが生まれるだろうか。以下が本日の試合結果である。ソフトバンクウインターカップ2022大会4日目12月26日月曜日試合結果。東京体育館 A カップヌードルコート B ズテコート C エネオスコート D ジョーダンコート M メインコートカップヌードルコート。A コート第1試合女子準々決勝10時から京都精華学園京都1-84-45東京成徳大東京2。第2試合男子3回戦11時40分から洛南京都1-78-69羽黒山形。第3試合男子3回戦13時20分から福岡大月大堀福岡2-83-55阪南大大阪。 B コート第1試合女子準々決勝10時から東海大月福岡福岡1-93-67東海大月諏訪長野。第2試合男子3回戦11時40分から中部大第一愛知1-117-77宇都宮校栃木。第3試合男子3回戦13時20分から藤枝明誠静岡89-61桜ヶ丘愛知2。 C コート第1試合女子準々決勝10時から札幌山の手北海道1-92-76000陽経済大月千葉1。第2試合男子3回戦11時40分から福岡第一福岡1-102-54美濃加茂岐阜。第3試合男子3回戦13時20分から開志国際新潟1-117-55前橋育英群馬。 B コート第1試合女子準々決勝10時から岐阜女岐阜69-66大阪薫英女学院大阪1。第2試合男子3回戦11時40分から帝京長岡新潟2-101-61金沢。